体どんな施設なんでしょうか。楽しみです。では気になる客室お邪魔しましょう。おお、もう入ったところからしてすでに広い楽しみです。ではお部屋の中どうなってるんでしょうか。わあ、すごい素敵、今まで出会ったことのないような空間です。ベッドの上に木がこうやって包み込むようなデザインになってるんですね。あ、これ曲げ木のデザインっていうことですか。なだらかに、あ、継ぎ目がないですね。すごい、こんなところにも岐阜の伝統工芸が使われてますよ。へー、なんかあったかい雰囲気のするお部屋ですね。わあ、しかもこれ飛騨の木工家具じゃないですか。ゆらゆらしてる。座ってみよう。うわ、この椅子座ってみたかったんです。なんと滑らかなすべすべの手触り、癒されますね。ん、え、お部屋の中に、え、してください。お部屋に露天風呂もついてますよ。え、しかもすごいすごいすごい、ちょっと開けていいですか。失礼します。はー、お部屋と一続きに露天風呂があって、しかもそのまんま湯上がりゴローンとくつろげるようになっています。なんて最高なお部屋。はー、贅沢な時間が過ごせそうですね。見てください、これクッション見覚えありませんか。高山祭りの時にも使われる飛騨染めのクッションです。鮮やかな美しい色合いしてますね。こんなところでも飛騨高山を感じられます。至る所に岐阜の魅力が詰まってますね。あ、お風呂上がりドリンクもいただけるんですね。こちらは飲むお酢、蜂蜜とバラだそうです。綺麗な色してますね。蜂蜜でふわーっと華やかなバラの香りが鼻を抜けますね。うん、美味しい。あ、ビネガーですけど酸味、そんなにツンとした酸味じゃなくて飲みやすいです。うん、ありがとうございます。あ、焦げ目のついた焼きマシュマロ、そしてその下にはなんと炭に見立てたアイスが入っています。遊び心ありますね。そしてこの焼きマシュマロにみたらしのあんをかけていただきます。わー、とろーっと、よし、たっぷりかけましたよ。マシュマロとみたらしのどんなコラボレーションなんでしょう。いただきます。うん、うん、合いますね。うん、これぞ甘じょっぱいスイーツ。マシュマロの甘みにこの飛騨高山らしい醤油の味がしっかりと効いたみたらし味、よく合います。うん、おいしい。さあ、館内着に着替えて中庭に来ました。コンコンと源泉が湧き出てますよ。この湯煙に包まれると旅気分盛り上がりますよね。で、これがずっと湯の川になってるんです。だからだから色づき始めている木々もあって自然を満喫できます。はあ、そして足湯もあるんです。靴
つろぎスペースがこんなところにも。いや、ほんと目で見てもこの温泉の音も楽しめますね。よし、ではでは足湯失礼します。あー高い、あー高い、うわー、ちょっと厚めのお湯が心地いいです。わー、なんかもう身も心もほぐれていくのを感じます。わー、いい場所ですね。奥日だ、この中庭の風景もそうですし、その先には飛騨高山の山々もね、遠くに見えていて最高のロケーションです。あー自然いっぱいだな。これ本当四季折々楽しめますね。紅葉のシーズンもいいですし、雪景色も綺麗でしょうね。今からこちらで曲げ木体験をさせていただきます。こちらに水分量を加えまして、はい、曲げやすくしたものをご用意しております。こちらをお使いいただければと思います。はい、今この硬い木が、はい、あ、確かにちょっとしっとり柔らかくなってますね。水分しっかり含む木なんですね。何の木材なんですか？こちらヒノキの木を、はい、使用しております。ヒノキ、はい、いい香りが、いい香り、はい、するかと思います。もう胸いっぱい吸い込みたいぐらいいい香りがしますね。ただ木材とこの下の曲げという道具を一緒に押さえていただいて、はい、上からぐっと真下に思い切って力を、割れそうで怖いですけど。そうですね。ああ、ま、わ、割れない。意外にそうですね、結構ぐっと力を入れていただくと曲がりますので。おー、はい、すごい、今かなり力入れてるんですけど、パキッと割れるわけじゃなくて綺麗にしなるんですね。そうですね、繊維をほぐすようなイメージで、はい、曲げていただきまして、その他のところもまんべんなく木材を曲げていただきます。はい、わー、かなりなんか強度はありそうですけど、パキッと割れたりしないんですね。そうですね、繊維が綺麗に縦に入っておりますので、はい、それを崩さずに丸く製材してまして、はい、繊維を残した状態で、はい、強度に優れているのが特徴でございます。へ、留め具という道具を使います。はい、こちらの一方の側にこのようにはめ込んでいただきまして、はい、反対側にグッと力を込めて、わー、はい、わー、今かなり力いっぱいやってますけど。そうですね、大丈夫ですか？はい、そのままグッと力を入れていただくと、はい、綺麗な形に、はい、なりました。はい、これ実際にあのこうやって手作業でされてるってことですか？曲げ方も様々なあの手法がありまして、もちろん手作業もありますし、機械を使った曲げ方もございます。はい、うん、でも手仕事の場合はもう昔ながらの製法。そうですね、このように曲げております。あ、すごい初体験です。はい、曲がった、割れずに曲がった。同じ曲げ木を使っている会社も同じようにこのような形で、あの電子レンジと同じ製法で曲げているということで、こちらでも電子レンジを使っております。乾燥が完了いたしましたので、はい、いたしますね。ありがとうございます。匂いの違いも感じてみていただければと思います。あ、なんか今ほかほかだからかより一層、ね、はい、強くヒノキの香り感じますね。はい、癒し効果絶大です。風呂敷を一度広げていただきます。はい、風呂敷も昔ながらでいいですね。こちらもあの室町時代から使われていた、はい、風呂敷でございます。はい、こちらを一度この柄のついている 側が内側に来るように三角形に持っていただきます。はい、両面使いになってるんですね。そして、はい、長いこちら長い辺の両端2箇所をそれぞれ一つ結び、はい、このような形で一つ結びにしていただきます。はい、はい、折り紙のような要素もありつつ、風呂敷を使うってことも普段の生活であんまりないの で、はい、でここで先ほど作っていただいた曲げ木の登場でございます。あ、はい、
魔劇の登場ですね、はい、下から通していただきます、はい、そして反対側も同じように通して、ここを結ぶと。これだったらお子さんたちでもできそうですね。そうですね、お子様にも曲げから折っていただくところまで体験していただける、本当に気軽に伝統工芸に触れられますね。あ、どうでしょう、あれ、こっち向き、そうですか、ですか、はい、あ、お兄さんのとなんかちょっと違うけどできた全然、まあ、こうかな、はい、こうですね、わー、できました。これを持って夢巡りできますね。はい。わー、いい体験ができました。